築地市場の移転が計画されている豊洲の市場予定地から高濃度の有害物質が検出された問題で、水質や有害物質などの研究者で作る都の専門家会議は今日、汚染対策案を取りまとめました。この問題は2013年に築地市場の移転が計画されている江東区豊洲の東京ガス工場跡地から環境基準の4万3000倍のベンゼンや860倍のシアンなど高濃度の有害物質が検出されたものです。専門家会議は今日、地下2メートルまでの土壌を汚染の有無にかかわらず全て入れ替え、その上にさらに 2.5 メートルの土を盛るなどの対策を盛り込んだ報告書案をまとめました。東京都は専門家会議の最終報告をもとに対策を実施する方針ですが、費用は1000億円を超えるものとみられます。一方、移転に反対する市場関係者ら700人は昨日、銀座や新橋をデモ行進し、食の安全を守れと規制を上げました。このデモ行進には国会から民主、共産、それに新党日本の議員らも参加し、反対運動は国政レベルにまで広がってきています。反対派は明日、石原知事に請願書を提出します。